タイ南部全14県の旅のですね、12県目のパッタニー県です。僕パッタニー県に来たらですね、どうしてもお会いしたい方がいまして、それがですね、隣にいるゆかこさんでございます。はじめまして、お邪魔してます。以前から僕 YouTube やってるのしてて、パッタニー県に住んでる日本人で YouTube チャンネルやってるという非常にレアなですね存在で、それも女性でね、しかもなんかほんわかした方がタイ語を教えてるっていう、パッタニーでやってるんだみたいな、すげえとんがってんなっていうので、以前からすごい興味持ってたんですよね。でこの旅始まる前からこれはまあ一回コンタクト取って、まあちょっとお話したいなというふうに思って、今回お呼びさせていただきました。ありがとうございます。ちょっといろいろとですね、聞きたいこともあるので、聞いていきたいなと思います、私もたくさんあるんですよ、聞きたいこと。本当ですか？本当ですか？いや今パッタニーに住んでどれぐらいなんですか？3年半くらいですかね。コロナ前ですよね、だから。そうですね、2019年の7月ぐらいに来たかな。だからそこからで半年後ぐらいにコロナになっちゃうわけですね。もう。そうなんです、そうなんです、ね、そもそも日本はどちら出身なんですか？日本は福岡です。福岡県、ずっと福岡県。そうですね、仕事の都合で山口に行ったりとか大分に行ったりとかもしましたけど、基本的には九州の方ですね。どういったお仕事されたんですか？最初は小売業をしました。4年ぐらい働く、いたかな、はいはい、でその後は離婚したので。あ、はいはいはい。で離婚して、その時何ですか、メニエル、なんかこう目が回って立てないとか起き上がれないみたいな病気にしばらくかかってたので、実家に1回帰って、でそこからまあ通える仕事を何個かこうちょこちょこやってって感じですね。だからそのゆかこさんの YouTube チャンネル、セカンドチャンネルがあって、そう、僕セカンドチャンネル見たら、その離婚する経緯とかね、お話を結構真面目にされててね、そのあ、ここまでお話してるんだみたいな。そう、結構大変だったってね、おっしゃってましたもんね。そうですね、大変だったのかな。いやでも結婚しすぐだったし、子供もいなかったし、2人の共有財産とかもなかったので、世間一般的に離婚よりかは簡単だったと思います。離婚が大変じゃなくて、そのちょっと結婚生活が大変だったっ、ね、あ、そうですね、そうですね、大変な結婚生活を経て、まあ、離婚して、そうですね、そっからそのタイへ行くっていう話はどうなっていくんですか？どこに繋がっていくんですか？そこに。もともとタイに興味を持ったのは大学の時で、1年大学を休学してタイに来たことがあったんですよね。でもその時大学のサークル活動で NGO 団体に入ってまして、ダヨンにある小学校があって、そこにこう支援に行ってたんですよ。で、ダヨンのそこの小学校で里子がいて、はい、でその子を支援してたんですけど、その子がもうちょっと勉強したいっていうことだったから、日本に帰って日本で就職をしたんですけど、やっぱりこうずっとタイに行きたいとか海外に行きたいっていう思いがあって、でどうしようかなって思ってた時に旦那さんと知り合って、で旦那さんももともとタイにこう関わることをやってたので、知り合った時から2人とももうタイにいつか行こうっていう話をして、頃合いを見計らって2人で来たって感じです。なるほどですね。だから旦那さんとの出会いが結構大きかったっていうか、そうですね、行くきっかけになったの。そうですね、ちなみに旦那さん YouTube 出てますんでね、どんな方かっていうのは、まあ、今横にいるんですけど、どんな方か見たいっていう方は由香子さんの YouTube によく出てますんで、はい、そのまあパッタニー家になったっていうのは、まあ旦那さんのお仕事の関係で、そうですね、そうですね、まあ、ご自身で選んだというよりは、まあ、仕事先がそうだったっていうですね。そうです、はい。でもどうなんですか、パッタニー、最初パッタニーって聞いた時。いやタイもそのバンコクとか、ね、チェンマイとかは行ったことあったんですけど、南部は来たことがなくて、とりあえずまあ最初ネットで調べますよね、パッタニーってどこだっていう、そしたらそのムスリムの日に対しての偏見は特になかったんですけど、危ないところだってすごい書いてあって、最初2人で大丈夫かなっていう話をしたんですけど、でもまあ人がね住んでるところだから多分生活できるよ
っていう話をして、はいはい、でもし会わなかったら引っ越せばいいやんっていう、とりあえず行ってみようっていうので行ってみました。知ってる方多いと思うんですけどね、タイな新南部パッタニーヤラ、うん、ナラティワートっていうのは外務省から渡航禁止勧告っていうのが、うんまあ、出ておりましてね、まあ、一応危ないので行かない方がいいよとっていうとこが出てる地域、テロが起こったりしますからね。でもそこに住もうってね、なかなかねえねえ最初どうだったんですか、住み始めて。最初ストレスとかあったんですか。ストレスはそんなになかったですけど、県にですねスーパーが1個しかなくて、そこのビッグシーがもう1つしかないんですよ。ビッグシー1個でしかもこう来た時こんなに周りにセブンイレブンもなかったし、ミニビッグシーとかもなくて、どこで買い物したらいいんだろうっていうのが一番悩みましたかね。買い物ができない。そうですね、気軽にね。そうですね、1回1回ビッグシーまで行かないと。そうですそうです、結構雨が降るじゃないですか、はいはい、だからもう本当に頃合いを見ながらって今行くぞみたいな。あ、バイクだから。そうですそうですそうです。公共交通機関ないですもんね。ないです。電車バスタクシーもあんま見ないですけど。タクシーもないですね。だからみんなバイクで移動しますよね。あ、バイクですね、バイク、ね、うんうんうん、バイクか車か。で YouTube やり始めるのっていつ頃なんですか。10月に多分初めて動画を上げたかな。9月だったかな。もうじゃあ移住して3ヶ月ぐらいで。そうですね、2、3ヶ月ぐらい。きっかけ何なんですか、 YouTube やろう。いや、なんでしょうね、忘れちゃったんですよね。忘れちゃった。忘れ、なんで忘れたの。一発目の動画どんなんなんですか。なんかなんかここら辺を散歩した動画だったと思うんですけど。そんな本話動画なんですね。そうそうそう、なんか最初私すごい機械とかに弱くて、はいはい、YouTube もどうやって始めたらいいかわからなくて、 YouTube を見ながらやったんですよ。 YouTube もようわからんけど、そうそうそう、とりあえず YouTube やろう。そうやってみようかなと思って、でもそんなカメラとかもないし、はい、最初携帯で撮影したんですけど、はい、横で撮影しないといけないじゃないですか、はいはい、それを縦で撮影してもなんか全然画面がちっちゃくてみたいなのを多分3本ぐらい撮ったんですよ。でそれを削除しては上げてみたいなのをやったので、最初の動画何だったんでしょうね。あ、もう分かんなくなった。はい、もう忘れちゃいました。僕でもそのゆかこさんの動画初めて見たのが、タイ語をやっぱ教えてるやつで、あれが結構多分あれが出てきたと思うんですよ、うんうん、すごいそのイメージだった。まあ、今はなんか旅行のやつとかもやってますけどね、うんうんうん、結構そのタイ語を教えるとすげえうまいタイ語喋ってるなっていう、うん、南部のパッタニーに住んで、でこの人はパッタニーいるんだろうみたいな、このタイ語ができて不思議な人やなみたいな感じで見てたのに、すっごくそれが強烈で、うんうん、あのタイ語の教室っていうか、あれに移っていくの理由があるんですか、はい、お散歩からあの言ったらああいうちょっと教育系になっていくわけじゃないですか。あんまりもう物事を考えずにやるタイプなので、特に理由はなかったんですけど、でも自分がその大学の時からタイ語を勉強してて、あの喋れはするけど自分の中でちゃんとこう文法とかそういうのがまとまってなくて、最初は自分の保存用のためにというかっていうのも兼ねて動画をアップしたら、あのなんかこうたくさん見てくださる方がいて。パッタニー今も3年半住んでおるわけですけど、うん、パッタニーに3年半住んで、うん、いいなここみたいな。パッタニーに住んでよかったこと、いいことしかないですね。今日も朝旦那さんとコーヒー飲みながら、ここよりいいとこ他にあるかなみたいな話をしてて、ここよりいいとこ他にあるかとすごい気に入ってます2人とも。あ、そうですか、うん、それは、まあ、バンコクとの比較になるんですかね。そうですね、まあ、もともと出身が2人とも福岡なんですけど、あの福岡でもすごい田舎の方なんですよ。なのであの都会があんまり好きじゃないっていうのがあるのと、あとこう自然豊かなところが好きっていうのと、あとは何でしょうね、すごい皆さん人がいいで、なんかあのムスリムの方ってこう結構日本人と似てるところがあるというか、なんか例えばバンコクでスーパーとかに行って、ここにタイ人がいたらすいませんって言わないと気づいてくれないじゃないですか、はいはいはい、でもムスリムの方ってすぐ気づいてくれるんですよ。あ、すいませんみたいな感じで言ってくれて、日本人とすごい似てるなって思うところがたくさんあって。住みやすいですね。じゃあ住みやすいです、住みやすい。まあでもそのムスリムがまあ多分ね 70-80% ぐらいなんですかね、うんうんうん、
住んでて、うん、食的にねやっぱりほら限られてくるじゃないですか、うん、そうですね。その辺はどうなんですか。あんまりそうですね、基本的には家で自炊するので。なるほど。だからまず食べたいもの自分ら作れるから。そうですね、そうですね、そこまでは困らないから、うんうん、今はね、YouTube、ゆかこさんの YouTube で結構旦那さんとのお二人でどっか行ったっていう、うんうんうん、旅行系のね、うんうん、多いんですよね今動画が。そうそう、まあ、さっきもちょっと言ったんですけどめちゃめちゃほんわかしそうですか。本当になんか自分たちで見るため用にこう撮ってるみたいなぐらいの YouTube に載せるつもりない、いや私たちの記念用の動画だよぐらいのノリでやってるじゃないですか。あんまり声張ってわーとかね、はい、こちらはなんとかですみたいな感じじゃないか、うんうんうん、あの雰囲気でこうパッタニーの見てもらうとね、うん、あんまりこう危ないっていう印象も少しはなくなるんじゃないかなと思うんですよね。どうしても日本人はこう危ないっていう印象が強いんでね、まあ危なくないとは言わないですけどね。そうですね、あの、うん、皆さんご自身で気をつけて、気をつけないといけないんですけど、うん、こう今パッタニーに3年半住んでるじゃないですか。これからはどうしていきたいとかあるんですか。いやもうどうしようっていう話をすごいしてて、はい、2人ともバンコクに住んだことがあって、今南部にいるじゃないですか、はい、だから北部には1回住んでみたいねっていう話をしてるんですけど、はい、でも私たちもともとこう一定の箇所に長くいるのがあまり得意ではなくて、飽き性なんですね2人とも、はい、だからあのそのうちもしかしたら突然エジプトに行きますって言うかもしれないし、そのうちなんかあの今度はブラジルに行きますからって言ったりするかもしれないし、もしかしたらこのままパッタニーにあと5年10年いるかもしれないし、もう気分次第ですね。まあ、分からないです。そうです、そうです、決めてないと。あ、そうです。それいい感じですよね。でもね、お互いがそうならいいですよね。そうですね。一人だけはどっかいろんな行きたいけど、一、うんうん、人はずっと降りたいなるとちょっとね、うんうんうん、合わないですもんね、うんうん。最後にちょっと告知を、ゆかこさん今タイ語レッスンをねオンラインでやってるんでね、ゆかこさんに教えてもらいたいタイ語オンラインでっていう方はね、ぜひ、まあ、あの詳しいこと概要欄載しておきますけど。ありがとうございます。あれなんか1回 何分でどれぐらいとかってあるんですか。初回の方はですね30分で1200円ですね。お、うん、2回目以降はまた別だ。そうですね、2回目以降の方は30分もしくは1時間が選べます。綺麗なタイ語ですから。そうですね、あの勉強し始めの時にホームステイをタイ人のお家でしてたことがあるんですけど、 その時のお母さんがすごい厳しい、厳しいというかその発音とか成長に厳しいお母さんで、まあ今になってはすごいありがたいんですけど、そこでも最初に徹底的に違う違うって言われたので心折れなかったんですね。そうですね、うんうん、あ違うんだと思って。綺麗なタイ語発音学びたいという人はゆかこさんのオンラインね概要欄載しておきますので、はい、いつでもどうぞ、ね、であともう一個ゆかこさんがですね、なんとさっきあの撮影前に聞くとですね日本でオフ会をされるということがほぼ決定ですか。そうですね、今準備を進めています。4月に大阪、4月に大阪、5月に福岡。そうですね、その予定です。それもですねもうそろそろ募集が始まるかもしれないと。そうですね、2月末ぐらいに決定を出せたらいいなと思ってます。いいですね。またあの詳細決まったらねお知らせします。 YouTube もしくはインスタ、そうですね、発信していただけますのでぜひそちらもご覧ください、はい、ということで今日はパッタニーの日本人 YouTuber ゆかこさんにご登場いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。サワディーカー。